愛してんやろな、めちゃくちゃ。僕は愛してる味がする。奥さんに向けての。はい、ということで2杯目です。僕はね、ムートンっていうワインですごい有名な、毎回エチケットをそのデザイナーに渡せるっていう。こんだけする少なで、450円かな。450円、高っ。なんかわかんない。アルパは1万レオっていうライオンの絵が描いてるやつにしました。かっこよかった。かっこよかった。日本人醸造家レオっていう人が作ってみる。日本人でレオってどうなんねんと思ったら、麗しい男と書いてるよね。で、姉さんは私は頑固の赤です。また言ってるやん。頑固やつの赤です。赤言ってるやつ。頑固の赤。いや、頑固の赤いだ、寿司屋みたいな。頑固の赤です。複雑すぎて味が。若手芸人分からん。分かんない。レオいただきました。レオいただきましたね。レオ飲んでるで。あれ？さっきよりさっぱりしてるけど、やっぱり木の味がする。木の味って。木の味に恵まれてるんだ。木の味がする。うまっ。こっちの方が、欲しいです。ニューヨークヤンキースが負けました。負けた。じゃあちょっと頑固の赤はまた次回ということで。なんで引っ張るんですか。あ、頑固やな。あれ、あの人頑固やわ。さっきまで頑固、あれなんか結婚したてなんかな。あ、子供できて白になって。あ、頑固なんです。頑固な中にもめっちゃ娘のことを思ってくれてる人にやったら娘あげるっていう感じの味かな。なるほど。頑固やな。ハビキノに作ってる大阪のワインですよ。会いに行きましょうよ、頑固に。ハビキノに、ハビキノのおっさん。ハビキノのおっさんですよ。ハビキノの頑固なおっさん。しかも頑固親父二代目中村源氏さんとか言って、頑固親父二代目もクソもある。頑固親父の父が初代頑固。頑固やつの謎は深まるばかり。会いに行きましょう次回。はじけるちょっと一人一個ワインに合うおつまみ買いに行こうよ。あ、いいですね。じゃあまず次から買ってくるわ、はい、テンパった。何やったらガチャガチャ言ってましたよ。なんかもう変な缶詰だけの自動販売機。すげえ。ガチャガチャみたいな感じ。うわ、もうめっちゃテンパったわ。何買ったの。アンチョビオリーブ。うわぁ、初めないやつや。何買ってきました。黒トリュフの、あ、ポテチ。おー、合うかも分かんないですけど。ナイスセン。行ったことない。ナイスセン、ナイスセン。先できへんから一回やってみてや。わかりました。なんじゃいこれ。え、まずは、え、まずお金入れるんすか。お金入れるとこ見て、これ2つあるしな。水を吸うやろ。はい、変身。え、100円しか入れないっすよ。何これ。一回入れるの。どういうシステムなんですか。まずここの種明かしとしては、ここに入れて、こっちに100円入れる。で、何食べる。こっちにキー取られすぎて全然選べてなかったっす。何食べる？なんかいろいろあるで。ピーナッツですね。ピーナッツ。ゆみおちゃん。え？ハニーピーナッツのがいいんちゃん。ハニーピーナッツどこにあるんですか？でこれ回すんですか？お、いいね。よわかったやん。おい。このいっぱい入ってるやつにしますわ。ナッツが。
できた。